ゆうや、いきなり結婚を申し込まれてしまったな。しかし慌てるな。どんな時にも平常心を心がけるんだ。戦いでは冷静さを失った者が負ける。心を乱さず常に相手の先の先を読んで。なんだこいつら。ゆうやの世界にも平穏を乱す輩がいるようだな。次回、勇気の一歩。ゆうや、フラチラ輩にお前の力を教えてやれ。